今日はね、視聴者の皆さんにお詫びすることから始めなければなりません。この間の一連の動画で進めてきたプロペラチューニングのプロジェクト、これはね、私の一人相撲から騒ぎ、失敗で終わってしまいました。このプロジェクトのね、目的はこうだったんですよ。出来上がった私のおばあちゃん号7号艇は、最高速が目標の16km、時速 16km に対して、時速 12km しか、出ませんでした。で、そこで私は、最高速を伸ばすことにはもう限界を感じて、最高速は捨ててもいいから巡航速度時速 6km が楽に出せるようにできないかっていうふうに考えたわけです。で、そのための手段は、ケイデンスの改善です。時速 6km でね、もっと軽い力で、しかしその代わり、クランクをもう少し早く回転させる、ペダルを漕ぐスピードをもう少し上げる、そうすることによって疲れにくくて楽に漕げるような、そういうプロペラにしよう、こんなふうに考えたわけです。これはね、ギア比を軽くするのと同じことなんですけれども、でもね、もうすでに、ギア周りは完成していて16倍速、そこに今からもう手をつけることは、難しいので、その手段としてこのね、プロペラのブレード、これをね、最初はもっと太かったのを、3回に分けて削ったわけですよ。だからね、今このプロペラに関しては、4段階のテスト結果があります。削る前、それから1回削った後、2回削った後、3回削った後、この4段階、このテスト結果があるわけですよ。でね、結論から言うと、その結果を見る限り、私の思ったようにはなっていない。このブレードの幅をいくら削っても、狭くしても、実はプロペラのパワーは落ちてません。したがって、プロペラの回転の重さは、ブレード細くしても軽くはなってません。これがね、私にとってはとても信じがたい意外な結果だったわけなんですよ。で、視聴者の方の中で一人そのことをね、見抜いていた人もいたようです。その人はね、こうコメントしました。プロペラの性能って結局はプロペラの径とピッチ、これであらかた決まってしまうんだよっていうことをね、コメント欄で書いてくださったんですけど、その通りです。テストの結果が、4回のテストの結果がそれを物語ってます。だからね、プロペラってつくづく不思議ですよね。でね、そのプロペラの不思議の中でまだ私が理解できて、そのことをね、設計に取り入れたことが一つあるんですけどね、この不思議さを見てください。ここにね、2つのプロペラがあります。右側のプロペラは6号艇で使っていたプロペラで、直径40センチ、3枚ブレード、そしてね、ピッチはね、外周部で、その18度、なんですね。で、このね、この小さなプロペラが7号艇のプロペラで、直径20センチで、ピッチは同じく外周部で、18度でね、こっち側のプロペラは、ギア比が8で、使ってました。で、こっちのプロペラはギア比16で使ってます。で、そのように、したのは、結局ね、
このプロペラの一番外側の回転速度、回転速度といっても1分間に何回転するかっていう意味の回転速度じゃなくって、1秒間に何センチ移動するか、こっちの回転速度ね、両方同じなんですよ。で、同じだけのパワーを発揮することができるだろうっていうふうに私は思っていたんですね。だから、このプロペラを小さくすると同時にギア比を高める、それによって補えるはずだ、このことはね、私は、実現できたと思ってるんですよ。でもね、実現できなかったのがブレードの幅を狭くしてそのパワーを落とす、ね、パワーを落とすってことは要するに回転を軽くして、でもう少し早く動くことができるようにする、これがね、できませんでした。失敗しました。でね、最初に私がどのように考えたのか、どのような間違った考え方に取りつかれたのかっていうことを説明しますね。このね、円筒を見てください。この円筒、これカレンダーの裏を使って作った円筒なんですけどね、この円筒はプロペラの軌跡を示しています。プロペラがこう回転して進んでいくわけです。でね、この直線、これがね、プロペラのブレードのこの外側の一点がたどる軌跡です。でね、直線が2本あります。点線と実線です。でね、これは何を意味してるかっていうと、この点線がブレードの角度通りに進むっていうふうに、つまり18度ですね、ここ18度、18度の角度でプロペラが進んでいく、これがね、点線です。で、下の実線は何かっていうと、これはね、実際にプロペラがボートとともに進む軌跡です。ここにズレがあるのはね、プロペラってピッチ通りには進まないんですよ。いくらかそれよりも、遅くなる。で、プロペラのピッチとボートの速度が一致してるってことは、プロペラは何の働きもしてないっていうことなんです。でもそんなことはありえないわけで、実際にはプロペラのピッチよりも少し遅い速度でボートは進みます。でね、この円筒を開いてみるんですよ。するとどうなるかっていうと、こういうふうにね、直線になります。これプロペラ1周分です。で、これがピッチ上の距離です。ピッチです。で、これが実際にボートが進む距離です。この、角度が、この角度ね、ここの角度はもう一定です。で、点線と実線との間のこの、差、これはね、速度差です。プロペラのピッチが持っている速度と実際のボートの速度の差です。で、ここに角度ができます。この角度は何かというと、プロペラのブレードに当たる水の角度です。本当は水が止まっていてプロペラが回転して当たるんですけどね。説明しやすくするために逆にプロペラが止まっていて水が当たるっていうふうに、説明すると、ここに角度が生じます。つまりこの角度ですね。これがね、向かい角と呼びます。その向かい角をこの角度が示しています。後でもう少し詳しく説明しますけど、実際の7号艇のプロペラに即して言うなら、この角度は3度から4度の間です。3度から4度ですから、もう狭い角度ですよね。それがね、このプロペラに当たる角度です。
ただしこれは一番外周部を想定しています。プロペラのブレードってね、この角度は変化します。なぜこのような角度の変化を設けているかというと、プロペラのブレードのどこであっても同じピッチを実現するためです。で、向かい角もブレードの場所によって、同じではありません。でもね、そんなに大きくは変わりません。で、外周部で3度から4度の間で当たってます。これがね、向かい角なんですよ。で、私はこのブレードを細く細く削っていくことによって何をしようとしたかというと、まず細くすることによってプロペラのパワーを落とそうと考えたんですよ。なんでパワーが落ちるかというと、ブレードに当たる水の量が減るから。つまりね、こういうことです。このイラストをご覧ください。これプロペラのブレードの断面図です。上から見たところです。こうで、ここはここを示してます。こうです。で、プロペラのブレードが回転します。こう回転します。そのことによってここで水に当たるんですけど、説明上逆にしてます。ブレードが止まっていて水が当たる、これ水の流れです。で、ここの角度は18度です。ブレードの角度18度、外周部ね。で、水の当たる角度は斜め前から当たります。なぜ斜め前か、なぜ真横ではなくて斜め前か、それはね、ボートが進んでるから。ボートが進むと水が前から来る。ボートを止めて考えると水が前から来る。で、前から来つつ横から当たる。だからこう斜めに当たるわけですよ。その角度はね、だいたい14度から15度です。これは三角関数によって求めることができます。つまり、あれですね、プロペラの横方向の速度からボートが進むその、ね、前方向の速度、これが、三角関数で、求めることができます、ね、これプロペラの回転速度でボートが進む速度で、この2つの速度が分かればここの角度が逆算できます。で、プロペラのピッチ上の速度と実際のボートの速度、この差を、つまり向かい角を求めることも可能です。これは三角関数を使います。で、今、こういうふうに、14度から15度ぐらいで、このプロペラのブレードに当たってます。で、ブレードの幅を狭くすると、この当たる水流の幅が狭くなります。それを補うためにどうするかっていうと、ブレードの回転を高めて、つまりこの水に対してスピードが増すわけです。で、横方向のスピードが増すので、この水流の角度は少しだけ寝ます。で、向かい角が増えます。こうすればね、ブレードの幅が狭くなっても同じ量の水流を捉えることができる。だからブレードの幅を狭くして回転スピードを上げれば、向かい角が増すことによってそれまでのパワーを維持する。こういうふうに考えたんですね。でもね、結局、プロペラの回転も速くなりますから、水が当たる速度も速くなります。つまりそんだけ力が増します。だからね、
ブレードの回転が速くなる力と、水の、量が、増える、この相乗効果が働くので、必ずしもここの幅、水の量、同じである必要はありません。というかね、同じであるはずがありません。この速度が増すことによって、もう少し少ない水でも同じ力を発揮する。だからね、よほど大胆に削らなければプロペラのパワーを落とすことはできないだろうなっていうふうに、そういうふうには、思いました。でもね、結局こうはならなかったんですよ。ではね、実際には何が起こったか。ちょっと変な言い方ですけど、その結論は何も起こらなかった。これが結論です。つまり、ブレードの幅を狭くしても何も変わらなかった。これがね、結論。どんなふうにそれを、測定したかっていうことなんですけど、過去の一連の動画、ね、4段階、ブレードを削る前、1回削った後、2回削った後、3回削った後、この4回のテスト、それぞれ動画があるわけですよ。でね、ストップウォッチを片手にその動画を、見返してみました。そうしましたらね、本当に申し訳ない、経電数変わってません。最高速の計測場面で、それを行いました。準高速度で漕いでいる時っていうのは力加減が難しいんですよ。ほどほどの力一定で漕ぐっていうのは難しくって、準高速度を出してる時は速度のばらつきが大きいです。でも最高速の時っていうのはもう目いっぱいの力で、一定の力で漕いでるわけなので、速度のばらつきも小さいんですよ。だからね、そこで計測しやすいんです。で、その最高速の場面4つ、ストップウォッチを片手に、計測したら、速度は時速 11km から 12km、 この間で経電数は一定です。70前後で、多少のばらつきはあります。でもね、そのばらつきは風の強さとか波の高さとか、そういうテストの環境によるものです。ブレードを細くすればするほど、どうとかね、そういう一定方向の傾向は現れてません。単にばらついてるだけ。それはね、日によって風の強さや波の高さが違うからだと思います。で、そのばらつきを、その除外して考えてみると変化なしなんですよ。で、ケイデンスが変わらないということは、プロペラのブレードに対する、向かい角もね、変わってないっていうことです。三角関数を用いて計算してみると、それはね、3度から4度の間ね、私の何が間違っていたか、こういうことなんですよ。最初のプロペラはこうでした。それが最終的にこうなりました。でも何にも変わりませんでした。で、間違っていたっていうのは、ブレードの幅を狭くすれば狭くするほどプロペラのパワーは落ちるだろう。これがね、間違いでした。でね、そこに私は驚いてます。その私の持っていた感覚では理解できない、できなかった。もう当然のように、ブレードの幅を狭くすればプロペラのパワーは落ちるだろうっていうふうにね、そんなふうに思ってました。逆に言えば、この失敗を通じて、また私は一つ新しいことを、
学ぶことができたっていうふうにね、言うこともできます。まあ失敗から学ぶってこういうことなんかな。驚くよね。いや、視聴者の皆さんでこのことを予測していた人っていうのは少ないんじゃないかな、ね、さっきの人のように最初から気づいていた人もいるかも分かりませんけどね。でね、これを踏まえて今後、7号艇のチューニングを進めていくにはどうすればいいのか、これをねちょっと考えてみなければなりません。一つ試してみる、余地があるのは、次はねプロペラの直径です。ケイデンスを上げるためにプロペラの直径をね小さく小さく、していく。今度はこの直径を削ってね、今まではブレードの幅を削ったんですけど、直径を削って小さく小さくしていく、この余地はありますよね。でもね、それはちょっと今のタイミングではちょっと避けたいと思います。というのもね、7号艇を実際の釣りでもっと活用したいと思ってるんですね。だからこのテストをするのをちょっと置いてでも、7号艇でもっと遊びたいと思います。釣りをしたいと思います。だからプロペラの探求はちょっとここで、一旦置きます。で、ただ、次に何をすべきかということは考えるだけは、しとかないといけないと思いますね。釣りをしつつ、次にどうするか、どういう手を打つか、それはね、考えておかないといけないと思います。で、そのためにちょっとね、1週間か2週間あるいはそれ以上ちょっと動画の更新は、お休みします。で、その間に、次の一手を、考えたいと思います。